つもありがとうございます。パーソナルブレイクで STS さんですね。はい、ヘリテージのホビーですね、こちらを一つになります。で、本日発送いたします。あ、本物のカードだ。はい、1975年の本物のカードですね、トッパー。まあ、それかオーバーのカードかというところですけど、結構ね、もう50年前。はい。うん、はい。まあ、結構綺麗ですよね、この辺ね。本当月日は早いですね、流れるのは。はい、じゃあ上ハサミでちょっと切っちゃいますんで、ちょっとスキップしちゃって大丈夫です。特に面白いことは言いませんちょっと間に合うのかなと、全員ね、そっちの心配が。久々に、何年ぶりだろうな。でもまあこの間1年ぶりぐらいか、その前がちょっと長かったですけど、久々に古い知人に。今海外スカウト来て、よいしょ、日本の各試合こう見て回ってるみたいですね。よいしょ、でレポートでこう球団に売り込んだりとかね。下から2番目もしくは3番目ぐらいをよく注視してれば、これはあ、ホワイトボーダーですね。はい、あ、マウリシオの、はい、ルーキーのホワイトボーダーが来ましたね。こうパラレルで、まあ、箱にぐらい出るような感じですね。ベースカード系は届きましたらご確認ください。まあ、3番目とかにこうね、バリエーションとかがいるかもしれないんで、はい、まあ、一応インサートは弾いておきます。でひっくり返ってなんかあんまり関係ない、ナンバーのとこにも何も書いてない、うん、あ、ショータニさんですね、大谷さんね、この間アナウンサーの方が翔谷お、うん、大谷翔平ちょっとわかんないななんか間違えたらしいですよね、はい、まあでもね、うん、わからなくはない、言い間違えちゃうのね。あ、レリックでした。コントレさん打撃好調っすね、うん、はい。まあでも前とかはレリック出てもサインが出たりとかする箱もまあなかったわけではないですけど、あ、クロームだ。はい、ボービシのクロームです。レリックかオート、あとホワイトボーダーがまあ2つぐらい、うん、クインサート、であとクロームが1個ぐらいという感じですよね。あとは大谷選手のベースが出るかみたいな、結構重要ですっていう、はい、カーブ、
サンタンですね。ブラッドリーか。はい、アルシア、これは通常ですね。まあ2番目に何かいたらっていうやつですよね。はい、菊池さんいました。ホワイトボーダーですね。コペックでホワイトボーダーが2つ。3番目にね、パラレルが来てる場合もあるってやつです。これはサブセットだもんね。うん、で、別のインサート。まあでも大体2番目。で、なんか入ってたら3番目もまあちょっと見た方がいいのかなぐらいです。ね。うん、でもまあ、うん、仕分けしやすいですね、だから。あ、鈴木さん。いつもこうね、何回もこう見直してってヘリテージは、はい、必要に迫られるプロダクトなんですけど、それが多分まあ今回は今年のはそんなにないんじゃないかなね、そんな気がします。整理しやすいですね、だからね。デラクルーズいました。デラクルーズと大谷さんいましたね。うん、ベース。あ、マッスルさん。マッスルさん一番後ろなんだな。そんなに見ない。インサート。ハーパー。で、ラスト。トラウトがひっくり返ってるのに普通なんだよねっていう。違うのかな。いや、わかんない。はい、まあ結構だからデラクルーズと大谷さんのベースがとりあえず出るか出ないかって結構大きいような気がしますね、これ。まあでもベースカードも楽しめてね。で、バリエーションとか SP とか、あとこのホワイトボーダー、ちょっといつからあるかわかんないですけど、店長の知ってるヘリテージはこういう確実に2枚ホワイトボーダーが出ますとか、そういうヘリテージは数年前はなかったので、うん、この感じですかね。うん、ね、ホワイトボーダー2つルキーです。まあ、一緒。ね。はい。まあ、うん。レリックでしたが。はい。じゃあ、こちらで今日は外し、またチャレンジしてください。ありがとうございました。